空の表玄関成田空港、この国際空港の建設をめぐり、1960年代以降大規模な反対運動が起きました。三里塚成田空港反対闘争です。国は変わるし変えられると思ってんだよ。俺は気持ちは要するに志願兵ですよ、義勇兵ですよ。世間知らずのお嬢さんがすぐ逃げ出すだろうみたいに書いてあった。そんな記事が出たんですか？出たですよ。権力に対峙するため三里塚闘争に人生をかけた10代20代の若い農民や活動家たち、あの運動とは何だったのか、これまで語られてこなかった当事者たちの証言を紡いだドキュメンタリー、三里塚のイカロスが9月上旬に公開されます。今日は監督の大島春彦さんにお話を伺います。大島さん、よろしくお願いいたします。まあ、今回ですね、まあ、非常に問題作というか、私は面白く見させていただいたんですけども、三里塚といえば小川慎介監督の映画というのがやはり、まあ、日本の戦後の中で非常にまあ重要な作品なんですけど、大島さんというのは三里塚闘争の時代からするとですね、1958年生まれということで、まあ、ちょっと年代が若い、はい。前作は三里塚に生きる、というタイトルなんですけれども、これはやっぱり三里塚の闘争の、主人公である当事者である、地元の百姓ですね、農民の人生を描いた映画なんですね。で、これを撮ることになったきっかけっていうのは、共同監督をした大津幸四郎、彼は小川慎介監督の、カメラマン相棒ですよね、として、日本解放戦線三里塚の夏という1968年に作られた、三里塚シリーズ第1作のカメラマンなんですね。で、彼がその後、まあ、三里塚を離れるんですけれども、68年の後ですね、約そうですね40年以上経って、三里塚の夏で自分が撮った婦人行動隊のおっかあや、それから青年行動隊の若者たち、今どうしてるだろうな、もうおじいさんになったろうな、まだ生きてんのかなっていうのを僕に常々語ってたんですね。気になっていた年、2010年ぐらいから語っていて、それで2012年か13年に行きたいんだけど一緒に行ってくんないかって言われたんです。で、僕が三里塚に直接乗り込んだきっかけっていうのは、そうやって大津さんに誘われたから行ったんですね。だからそれまでは本当に小川プロの映画、それから当事者が書いた本、そんなもので間接的に三里塚のことは知っているっていう程度だったんですね。たまたま大津さんに最初はこう誘われて三里塚に行き、大津さんはまあ3年前に亡くなられて、で、まあ、その後ですね、さらにやっぱりそれでは終われないとなったっていうのは、今回、まあ、作品のテーマと大きく関わっていると思うんですけど、それはやっぱり三里塚の闘争は農民が主人公の闘争だったんですけれども、実はあの時代、60年代後半から70年代、若者が政治運動に燃えましたよね。で、そういう若者たちが農民を助けるためにかなり全国から三里塚に入ったんだなっていうことが、三里塚に生きるの上映活動、劇場での公開で分かってきたんですね。改めて、なるほど、いろんな人に再会しました。いろんな、ね、若い人たちが三里塚に僕行ったよ、私行ったよっていう人がこんなに多くいたのか。だからそういう意味では三里塚は、反体制、国への抵抗運動のもうまさに聖地みたいな場所だったんだな、外からこんなに来たんだなっていうことと、でもやっぱり彼らもどっか口が重いんですね、っていうのはそれを言ったとか懐かしそうに喋るんだけれども、そのことをやっぱり今全肯定できないんですよ。やっぱりそれはやっぱりその後あの頃の若い人たちの政治運動っていうのが、まあ、連合赤軍の、事件とか、あるいは三菱ビルの爆破闘争とか、さまざまななんか過激な闘争、それから党派同士の内毛羽殺人ですねとか、いろんな悲しいことが起きて肯定しづらくなってますよね。で、三里塚でいろいろ前の作品を撮る中で見聞したこともそれと同じなんですよ、要するに三里塚でもこんなにやっぱり悲しい愚かな出来事があったのかということを聞いたり体験したりしたんですね。で、その中の一番やっぱりきっかけというのかな、あ、やっぱりなんかこのことを描かないと終われないなと思ったのは、
僕と大須さんが、三里塚に生きる前の作品の撮影に入っている時に2013年の、春だったかな、あの一つのお通夜があったんですね。でそのお通夜は、三里塚の青年行動隊の、農家の長男に、嫁に入った、ある党派の女性、支援で入った党派の女性のお葬式だったんです、お通夜だったんです。で彼女は40年ぐらい連れ添った旦那さんもいたし、お子さんもいたんですけれども、旦那さんがやっぱり移転を決めて、で新しい場所に移ったんですね。それで暮らしも大きく変わり、旦那さんも裕福になるわけですよね。移転の保証がいっぱい入りますから、何億って入りますからね。でそういうなんかいろんな変わりを見ていて、移転したことが許せれないっていうのかな、自分の所持に反している、自分が最初思い描いたことと違う、それでやっぱり、精神的に病んでしまって、結局自殺っていう形で、人生を閉じたんですよね。でやっぱり彼女自身の人生をこう思い描くと、最初はあのやっぱり社会、自分の思いですよね、こういう社会を作りたい、あるいは、なんていうのかな、革命まではいかないかもしれないけど、三里塚の農民を助けたい、そんな思いで入って、それで農家の長男とお互いに惚れ合って結婚して、それでずっとそこで反対運動をやってきたんですよ。で反対運動を彼女の家は90年代後半までやり続けてきたんですね。でその家でやっぱり移転を決めるのは夫であり家族なんですけれども、彼女自身はやっぱり本当は移転したくなかった。で移転してっていう、だからあの外から来た人ですよ、その人も。でも結婚して地元の人、ヘタブロクの人ですけどね、なったんですけれども、その彼女がなんで死ななきゃいけなかったのか、それほどやっぱり彼女は最初あの思いっていうのを捨てきれなかったのかなとか、いろいろ考えて、ただほとんどの農家は移転してますから、うん、っていうのがありましたね。最初はそこです。仕方なかったんだなと思うけど、でもね、勝った負けたでそういう言い方でもできないよね。負けたって言えば負けたんだろうね、国にね。動かざるを得なかった。そうじゃなかったら村が消えていくし、一本釣りさえで、彼らはだからそういう意味で、あのいろんな見返りみたいなのってかなりもらってくるわけでしょ。でそういうのっていうのを目の当たりにした時に、これはもう無理だって判断があって、過ちがあってして、まあ僕自身の間違い含めて、あの組織のまあ今その何て言うんだろうな、政治党派としての体裁がほとんどないというふうに今なってますけども、まあ三里塚での失敗ということはかなり大きな要素だと思うんですけどもね。夢の中では官政党を選挙して成功してるんですね。それで壊して帰ってきてるんですよ。捕まらないで、そう捕まらないで帰ってきてるのに、前田のバカがさ、どうも自分は壊すとこなったような気がすると、もう一回行くぞって言うんですよ、夢の中で。あの、まあ、この映画がすごいなと思ったのは、本当に運動の中で何が起きてたのかっていうのを証言で積み重ねている。これはもう最初からそういう形であの作っていこうという、その彼女の死があって、そうですね、外から来た人たちの思いっていうのを描きたいっていうのはありましたね。あとはもう一つはやっぱり、僕自身が1958年生まれなんですけれども、あの1968年69年、全共闘運動が一番盛り上がった時期に小学校高学年なんですね。でこういうお兄ちゃんお姉ちゃんかっこいいなと思ったわけですよ。で、あ、やっぱりこうやって社会を変えていかなきゃいけないんだ、もしかしたら革命までやんなきゃいけないんだって、それくらい結構少年が思っちゃったわけですよね。でそういう人多かったと思うんですよ。でもその後、まあ、三里塚も闘争もあの70年代に入ると変わってきますけれども、さっき見ましたが連席の事件とか内毛場とかいろんなことがあって、世の中の共感を得られない運動になっていくわけですよね。三里塚の闘争もそうだし、震災区の活動もそうですよね。で僕自身も、あ、なんかかっこいいお兄ちゃんお姉ちゃんと思ってたのが、なんか怖いお姉ちゃんとお姉ちゃんだな、お兄ちゃんとお姉ちゃんだなみたいな感じになっていくわけですよ。
でやっぱりそうやって離れていくわけですね。で逆に言えば政治的なアレルギーみたいなものを植え付けられるわけです。政治的に何かやろうとするとこういうことになっちゃうよっていうようなあのイメージがやっぱり青春にくっついちゃうわけですね。だからなんとなくそっちに行かなくなる。で僕自身そういう影響を受けた時代のことをいつかは描きたいと思ってたんです。あそう60年代後半から70年代のことは三里塚じゃ なかったとしても直接学生運動だったとしてもいつかはこの時代のことを、描いてみたいなとは思ってたんですね。で今回、2本目たまたま三里塚でもそういうことがあって三里塚にもそういう人たちがいっぱい入っていた。で最初は農家の嫁になった人たちっていうのが何人もいるんです。20何人三里塚農家の嫁に入ってるんで、ええ、私もびっくりしましたそれでその人たちにこう会っていってで話を聞いたんですね。で最初は女性の話にするとまた違う側面が出てくるかなと思ってそういう人たちにコツ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 会ってったんです。ただみんなやっぱりあのカメラの前で話すことはできませんって、ええ、で結局今回3名出てくれてますけれども、でこれがもっと多かったらもっと女性の映画になったかもしれませんね。でそういうことをやりながら、まあ、関西党選挙してる人たちが年に1回三里塚に集まるんですね。春彼らの関西党選挙した15人の仲間の1人が、刑務所から出た後抗菌ノイローゼで自殺してるんですよ。で彼のお墓が実は空港の一角にあるんです。あそうなんですねでそこにみんなで彼が自殺した日に集まって供養するんですよ。それは今でも毎年続けられてるんです。でその場に僕も招かれて行ってそこでいろんな話聞いて、あ関西党の事件というのもあの僕が表面的に知っているいろんなことじゃなくて、うん、一人一人の中にあこんなことがあるんだって、例えば今回映画の中に中川健一さんという方が出てるんですけども、彼の話を最初酔っ払いながら聞いて奥さんとの別れの話ってすっごい面白かったんですよ、うん面白いですこの話ちょっと泣けちゃう感じですごいですよねでそういう話を聞いて、あ関西党の話もそうだったんだ、それから、その後この映画に出てくる中核派の幹部だった、岸浩一さんという方と会ったりして、であとはもう一人公団の職員の方がこの映画には出てくるんですけども、これもなかなか、で公団の職員のゼロ規制って言って、うん、要するに一番最初に職員になった人なんです。空港公団ができてすぐ、だから闘争あのこの空港建設あるいは空港の反対闘争っていうものを一番最初から関わってきた人がこの映画に出てくる前田さんなんですね。その分大変な目にいっぱいあってるわけですよ。すごいですね前田さんもね、で彼自身もそういう意味ではそのこの空港を建設あるいは反対闘争の中で、いろんなあの悲しみを深く負った一人だから、反対した側も講談の側もやっぱりお互いにそういう悲しみを背負って人生を送ってきたんだなっていうことが同じだったのでね、それで今の映画のスタイル、うん、形構成ができてきたんですけどね、反対同盟は最後まで止めろんだぞ。警察に対して中核派がいう犯行をしたんだから犯人を捕まえてよって言うんだけど、分かりましたちょっとそれ以来全然音沙汰もないんですけど、そういうことがありました。でも本当にここはどうして高校講談に入ったんだろうなって今も後悔してますよ。だから言葉ではね、嫁さん来てよかったねなんてことだったんでしょうけども中身はやっぱりそういうとこからもらって大丈夫みたいなね、中核から嫁が来たということで、周りもそう見てたわけだから、逆に言えば出る時、ひで子さんがどういう態度に出るかっていうことが一番ポイントだったと思うんですけどねそうですね、それもあるかもわかんないですね。なんかあったんですか？いや別に何もないですよ。あ本当ですか？中川さんという方なんですけども、彼にインタビューをしてると思います。なるほど、インタビューというのはなんかどういった内容で、この三里塚が、はい、に空港ができて、なぜその未だにその反対闘争が続いているのかという、このドキュメンタリーを撮ってますね。あなたはなぜここでこの空港の警備をしているのかということに答えてもらえると非常に助かるんです。それちょっと今仕事中なんで、はい、申し訳ないです、はい、もう少しあれすればよかったですか、ちょっと。
まあ、この映画はね、まあ、若い方にぜひ見てほしいというふうにおっしゃってるというふうにお聞きしてるんですけれども、こう若い人たちにどういうふうに見てほしいっていうふうに感じますか？どういうふうに見てほしいっていうか、パンフレットを作ってるんですけれども、そこに文芸評論家の加藤典弘さんが批評を寄せてくれたんですね。で、加藤さんの書かれた文章の最後の方がそれのヒントになるかなと思って今持ってるんですけれども、読んでもいいですか？どうぞ。こういう映画を私は必要としていた。そこで悲哀は希望に近い。敵と味方の区別は陥没した場所では無効だからだ。そして敵も味方もなくなると辺りはぼんやりと明るくなる。その事情は映画の最後に元中核派政治局員の岸さんが、私たちはそこで間違った、失敗したんですという。するとその言葉が私たちに一つの希望となって聞こえる事情と似ている。なぜそれが希望かといえば、どんなに深い誤りもその人がそれを誤りと認めるなら、それだけで別のもの、未来につながる何かに変わるからだ。それは絶望、諦めと隣り合う希望である。目が慣れてくるとこの映画のあたりがほのかに明るんでいることに私たちは気づくのだっていう。だから非常に何ていうのかな、辛いこととか悲しみとか、まあ、そういうことを描いてますけれども、 それをこう受け止めて、一回そのことに絶望するっていうのかな、絶望本人しかできないかもしれないけれども、でそこからやっぱり希望みたいなものっていうのを引き出してほしいっていうことはありますね。だからなんかいろんなことがあって、なんか白石さんみたいにめちゃ面白いよって見てくれるのが一番いいんですけどもでもその中からね、なんかやっぱり、未来につながる何かっていうとかっこよすぎるけど、でもそういうものも絶対埋まってるはずだと。だから成田空港にはこのキャッチコピーじゃないですけど、あの時代が埋まってるんですけど、でも未来につながる何かも絶対埋まってるはずだと。今おっしゃったように本当に面白いのでちょっと騙されたと思って知らない三里塚って何っていう方に見ていただいて、まあ、特にね今社会にちょっと関心があって、社会運動と離れてる方、まあ、逆にコミットしてるけどいろいろ問題ありすぎて悩んでる方にとってみると、さまざまな、ね、ヒントがあるかなというふうに思いました。本当に今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。